でちょっと長いんですけども、こう軽く取ってもう次に息を吸って、アビタコメレデラ、ラもタイでわざわざ音符つなげてあるんですけど、そこまで全部あのレデラまで伸ばさなくていいので、あの語尾ふわっと切る感じでいってみましょう。じゃあちょっとゆっくりめでいきますかね。言葉が細かいので。じゃあこのリズムに乗ってくるところからソンクイからイタリア語訳からいきましょう。1、2、3ソンクイトラレトエブラ
がかるフォークを。じゃあちょっとここまでで切って練習しましょうか。そのうん、そんでで誰がたるフォークをあたりからちょっと崩れてきましたね。ソンクイって、イオソーのクイ、私はそこ、ここにいるですよね。で、あのイオとか主語は省かれることが多いので、ソンクイ、私はここにいる。トラレトゥエブラッチャンコール、あなたの腕の中で、アビンダコメレーデラ、ツタのように心を奪われて。で、またソンクイ、私はここにいる。レスピーロって何回も出てきますよね。その吐息、ため息とか。レスピーロ、イオ、イル、トゥオ、レスピーロ、あなたの吐息に私も吐息、ため息をつく。ソン、ここもソンレーデラ、私はツタです。で、デガータって何回も出てくるんですね。この曲の結構ポイントになる単語 でデガータって結構よく出てきてて、あの忘れなぐさ歌ったことあるから、デガータ、その心に結びつけられているっていう感じ、 あなたとの絆みたいな。レガータアルトゥオクオール、あなたの心にこうしっかりとあの絆がつながっているっていう感じですね。じゃあとそこまでいきましょう。もう一回ソンクイから1、2、3。ソンクイプラレトゥエブラッチャンコールアビタコメレデラ、早口言葉みたいですけど、そこだけどうぞ。レスピーロイルトゥオレスピーロ、うん、最初のレスピーロって言ったらもうすぐいるなんですね。レスピーロイルトゥオレスピーロ、ソンレデラレガータルトゥオクオール。次のレガータの後も、レガータで安心してしまわないで、すぐにもレガータル、次のアルがすぐ来ると思って、レガタルトゥオクオールですね。そこの、その母音で始まるところがどん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 前にこうくっついてくると思ってれば、遅れることがないかなと思います。もう一回同じとこ行きましょう。1、2、3。ソンクイプラデトゥエブラッチャンコールアビタコベレ、熱狂、もうあなたのファンですみたいな、熱狂的です。ディテ、あなたに。そのフォルレディテ、クエスタジョベントゥ、この青春、クエスタジョベントゥ、イヌンスプレモアネーリット、最高の生命の息吹の中で、ボリュ、ボリュは何々したいなんですよね。今日もう一曲目、ブリーヤってありますけど、これも同じボレーレって何々したいっていう、同じような意味の言葉なんですけど、ボリュオフリー、これも私は、オフリール、捧げる、捧げたい、オフリールティ、あなたに。コンラニマ、アニマって魂ですね、魂を込めてその青春を捧げたい。センザ、センザは何々なしで、ヌンラ、何も、何もない。マイ、消して、キエーデレ、他には何も求めない。求めないで、もうとにかくあなたのファンで、私はあなたに捧げたい。ね、じゃあ、入りやすいところが。ソードフォール。
けますか。じゃあワンツースリーフォーワンで入りますね。ワンツースリーフォーワン。そのフォーメリテエクスタジョベントイヌスプレマネリトフォーリョリルティコペルケ、なぜなら、イン鬼っていうのは毎その度ごとにですね、インノニミオレスピーロ、レスピーロって何回も出てくるんですけど、ため息、私のため息ごとに、トゥセンタパルピターレイルミオクオール、あなたはきっと私の心のときめきを感じるから。で、フィンケっていうのが割とよく歌に出てきます。何々する限り。フィンケルーチェダモール、ルーチェは光ですね。ルーチェダモール、愛の光がするモンド、その世界、世界にスプレンデラ輝く限り、フィンケメダードビーベレ、ビーベレ生きる命ですね、私に命が与えられている限り、あって、あなたにミレゲロ、でちょっと動詞の形変わってるんですけど、さっきのレガータと同じですね。レゲロ、あなたにこう絆がつながっている、アテミレゲロ、アテコンサクレロ、捧げる、あなたに、ラビータ、命を捧げますって言ってますね。じゃあそこまでもう一回歌いましょうか。ポーズ D ですね、右ページの2段目。じゃあ1、2、3で入りますね。1、2、3。ポーズ D、ミセンティラコーズ D、アビンタポベレデラ。ペルケ、イノニミュレスピロ、トゥセンタパルピタレルミュクオ。レガータが出てきて、あなたに、結びつけられてっていうことですね。
はい、じゃあちょっと皆さんだけでイタリア語を言ってみてもらいましょうか。じゃあイタリア語のところですね。ソンクイからワンツースリーで入りますね。ワンツースリー。ソンクイラレテラチャポアミタコメレテラ。ソンクイレスピロイコレスピロソレレラレVinta come le dera
たね。もう一回じゃあ今日あのこれで最後になりますね。つかは、最初の日本語のところからいきましょう、全部通してやってみましょう。じゃあ文化お願いします。Oh,
まああのね、いろいろ歌を知るきっかけになればと思いますので、もし、ね、気にあのこの歌が気に入った方がいたら、いろいろ、ね、YouTube とかでもやってますし、あとあのもし CD 買っていただければあの練習もしていただけますし、今日の動画もあのちょっと YouTube であの後でまた上げる予定なので、あのいつでももう一回見返すことができますので、引き続き練習してみてください。じゃあ、今日1回ですね、その後ブリアという曲をやりますが、まあ2、3分ですね、ちょっと休憩を入れましょう。休憩中に宣伝なんですけど、あの今日も入れさせてもらってます。2月12日に、今回あの私があの主催ではなくて、細田さんという方主催で一緒にやらせてもらうんですけども、イギリス館でのコンサート、入場無料ですので、もしよろしければ、来てください。であのブラッと来ていただいてもいいんですけど、ちょっともうなんか ご予約で25人ぐらいもう行きますということでお声かけてくださっているので、あの満席になっちゃうとお断りしてしまうことになるので、あのもし行きますってあの言っていただいた方の分はちゃんとご予約席で確保するようにしておきますので、あのもし来られる予定の方は今日お声かけいただければと思います。Thank you.
では、もしおトイレ休憩をおかわり休憩も大丈夫でしたら再開したいと思います。あ、おかわりの方今のうちにどうぞ。じゃあ、ブリーは一回歌いますので、その間くつろいでください。じゃあ行きます。Oh.